なんや今日は、朝からかなり寒い日になります。なんか昼間になると20度近くなるとかっていう話ですが、朝は、今までで一番寒く、この二人もこんな感じです。ポンちゃんには毛布をかけています。タオルケット、毛布、はい、ちゃんもね、ポンちゃんがこっちのお布団では寝ないで、ずっとジャン君と一緒に寝ています。暖かい、もう少しすると暖かくなるからね。今日も入ってきたので、このように窓は結露です。さあ、ジャン君の位置を開けておきましょう。もう少し開けようか。ジャン君は出て出た。はい、ジャン君はいつもの定位置、プリンターの上に来ました。ここは朝一番に日が当たるいい場所なんだよね。そしてポンちゃんは日の当たるとこに行かないんですか？よいしょ。ポンちゃんちょっと重いね。どうぞ。ポンちゃん少しダイエットかな。じゃーん。さ、ラブくんのお家からクリスマスプレゼントが届いたでよ。かわいい袋に入っています。こんな形になってる袋が売ってるんだ、あるんだね。はい。かわいいです。はい。ここに多分。あとでラブくんを差し込もう。差し込む？この袋にジャンくんかポンちゃんが入ってくれないかな。かわいいけど。お菓子って書いてあったよ。ジャンくんかポンちゃんごめんね。いくらなので。ラブくんママはみんなで
で、みーちゃんがいっぱい貼ってあります。うちのムーミンくん、みーだよ。みーからなんか届いたよ。可愛いね、これみーの、うん、持ちて、ラブくんからだよ、ポンちゃん。どこですか？何でもして、もったいなくて捨てられない。なんかいただいちゃったんですよ、ポンちゃん。ポンちゃん、そしてポンちゃん、ジャンくん寝てるのね。寝てるの。お顔、ジャンくんお顔見えたよ。なんだろう、この入れ物とか。詰め合わせでした。いろんな詰め合わせでした。プリッツ、チョコレートのプリッツだよ。あ、お餅入ってたよ、よかったね。歯磨き用のですね、デンタル、デンタルケア、テール、猫じゃらしタイプ、かわいい。はい、はい、お手紙、よかったね、お手紙。あとで、あ、欲しいって言ってたからじゃない？ストセアメーネ。そう、ライブ聞いてくれたんだよ、きっと。いい絵だね。ねえ、なんか懐かしい。あ、なるほどね。エー太郎。エー太郎って、そういえば子供の時エー太郎だったね、ストセアメって。うん。カシャカシャビョンビョンです。あ、懐かしいです。そして、すごいおもちゃだらけ。おもちゃいっぱい。ありがとうございます。チュールも入ってる。すごいいっぱいチュール。これでしばらくは植えないで済みますよ。チュール買いに行こうと思ってたの。そろそろ。やっと。そしてこのケースも使える。ほらほら。ポンちゃんにいいかも。クリーニー。そう、ポンちゃんのカリカリが好きだから、これならデンタルになります。はい。あ、人間用のやつかな。ポップコーン？あー。かな？フルーツ、なんとかって感じだね。味がフルーツ味なんだね。フルーツメドレーって書いてある。ありがとう。ストロベリー、アップル、オレンジ、ブラックベリー、ブルーベリー。はい、ジャン君も振り向きました。アイアクビー。ジャン君。ジャン君の大好きなチュールがいっぱい入ってたよ。よかったね、ジャン君。あ、チュルビーも入ってる。これほら、ライブでさ、チュルビーの話題になって、うちがまだあげたことないっていう話をしていたので。後で、みんなに差し上げますよ。よかったね、ジャン君、ポンちゃん。まだね。ポンちゃんほら、いっぱいお餅、ポンちゃんおやついっぱいだよ。よかったね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、この中入る？この入れ物入る？ここ入ってみる？うん、入れそう。うん、ちょっと入ってみる。ポンちゃん入るわじゃん。一緒に遊ぶ？ポンちゃんいっぱいお餅ちゃいいね。ポンちゃん、シュリシュリしてる。ポンちゃん、ラブくんの匂い知る？うん、いいね、ポンちゃん。はい、入った。どうぞ。あら、どうしたの？はい、はい、はい、どうぞ。食べたい。はい、どうぞ。はい、ポンちゃんどうぞ。はい、ジャン君どうぞ。はい、これ食べました。食べました。はい。
しい。うん、美味しいね。いいね、ぽんちゃん。美味しい。うん、美味しい。いい音。いい音だね。チョコまだ食べられる？はい、じゃじゃん。美味しいな。よかったね、ぽんちゃんでも。はい。ちょっと早く食べ過ぎじゃない？ちゃんと噛んだ。ありがとうって、そうだよ。歯磨き効果があるやつだからね。ゆっくり食べてね。